よかった。無事だったか? バンシン・ガルーダは完全な最小間に至らなかったのだな。これで、アシエンと闇の戦士のたくらみもくじけただろうか。ともかく、ここを脱出しよう。騎兵たちが退路を確保してくれているんだ。ああ、こいつは驚いた。まさか先手を打たれるなんてな。 闇の戦士たち! あれ? あの子、私の毒矢で仕留めなかったっけ? おかしいな。案内人さんよ、こいつはどういうことだ? まさか、奴らのために時間を稼いだわけじゃねえだろうな。 落ち着いてください。この様子ではどの道バンシン・ガルーダ最小官の準備は整いきっていなかったのでしょう。私たちは予定通りに到着した。しかし彼らの方がなお早かったというだけです。まずいぞ。私たちだけで彼ら全員を相手取るのは分が悪すぎる。 そういうこと。兄弟、いや双子かな。よく似てるね。んじゃ、こっちの子も二度と私たちの邪魔できないようにお仕置きしとかなくっちゃね。 やめておけ、ジャルマル。あまり予定外を増やすと 白鳳への野郎の作戦に支障をきたす。前回俺たちを取り逃がした甘ったれにしちゃ頑張ったみたいじゃねえか。君たちは本当にアシエンの協力者なのか。なぜ、目的は何なんだ。 いいぜ。俺たちを出し抜いた褒美に、その質問にだけ答えてやる。太古の昔、光たるハイデリンが力を増しすぎた闇、ゾディアークを封じる際に、鏡像の世界が生じたって話は知ってるか。ああ。 ここが現象世界で、 他に13の鏡像世界があり、 それぞれに光と闇の力が封じられていると。そうだ。そして俺たちはその鏡像世界、第一世界の光の加護を受けし者さ。光と闇の力は 全ての世界に平等に封じられたわけじゃない。俺たちの世界は特に光の力が強かった。故に俺たちは比類なき力を得て闇を払った。アシエンはもちろん俺たちの世界を脅かすありとあらゆる闇をな。その結果どうなったと思う。 強くなりすぎた光の力が氾濫し、俺たちの第一世界は今まさに完全な無となりかけてるのさ。そんな話を信じろというのか。ふん、ありえないとは言えないはずだぜ。お前らのよく知る異界ボイド、あれは闇の氾濫によって無になった。
第13世界だ。俺たちは光の反乱から故郷を救うため、かつての旧敵アシエンと手を組み、この原初世界に渡ってきた。俺たちの故郷を救う唯一の方法は、この世界でアーダー、つまり霊災を起こすこと。そして次元の壁を壊し、第一世界を原初世界に統合する。世界の統合？しかしそれは本当に救いなのか？統合された方の世界は、第一世界はどうなる？追加の質問はなしだぜ。正義の味方を気取りたいなら、指をくわえて静観してな。何も知らない甘ったれどもが。あなたも闇の戦士の仲間なのか？